ウィキイスラームとは反イスラーム的観点に基づき、イスラームに関する情報を記載していくウェブ上の百科事典、ウィキペディアと同様のツールを用いている。反イスラーム的な元ムスリムたちによって設立された。現在までのところ英語版のみが解説されている。設立者たちの主張するところの、 イスラームの真実をムスリムに知らせ、イスラームからの離脱を助けるようにするというのが目的である。編集方針として公式に反イスラーム主義を掲げており、イスラームを擁護するような記述は完全に禁止されている。記事としては、ムスリムによって起こされた歴史上の残虐行為や現代のイスラーム主義、また預言者、ムハンマドの言動やクルアーンの内容に関する、 批判などが存在している。イスラームは本質的に邪悪であるという思想に基づいて設立されたため当然ではあるが、イスラームを名目とした宗教的迫害、人権侵害などに関する記事では、これらをイスラームの本質として規定している。イスラーム教徒のみならず、ヒムスリムの多くからも差別主義をばらまくヘイトサイトであると批判されている。 このサイトに書かれているようなイスラームの負の側面の存在を認めているものであっても、それをイスラームの本質と決めつけ攻撃する姿勢に批判的な人も少なくない。ただしウィキの運営側は、このサイトはそのようなヘイトサイトではないと反論している。ありがとうございます。